侵入者発見。魔族の存在を感知。カイト、まさしく我がオルガニザカイトであり、現行における天使の司令官を務めている。カイト、その推測は正しい。より強き天使を生み出すために使用。あ、普通に答えてくれるんだ。なんか意外っていうか、事務的っていうか。カイト、闇勢力に属する魔族を殲滅するために使用。天使に与えられた使命である。臨界の塔の譲渡は許可できない。不可、臨界の塔の強奪は許可できない。なんかさ、会話してるんだけど、どこか噛み合ってないような変な感じよね。了解。まあ天使の大将だもんね。ようやくたどり着けたんだし、張り切っちゃうわ。結論、侵入者である魔族を排除。臨界の塔の稼働を止めることは許されない。
原体クラウスの申請を拒否。これより回収を開始。を入れていきましょうか。ダーリンの願いは私が叶えてみせる。私の力が必要なのか。俺たちを止めることはできない。私の強さを思い知らせてあげる。
魔族殲滅を開始。 海外に該当する魔力や魔族のそれで殲滅対象に含まれる。
険体クライスの申請拒否。臨界の塔は魔族殲滅に必要な壁であり、今後も天使の製造は継続する。遮る者は排除。天使殲滅まとめて止め！キャッ！Yeah.
脳天使ルシエルの同一個体を確認、魔族との協力関係を確認。同一個体、あれはやはり私と同等の存在なのです。たとえ王の神に作られた存在である、私の意識は私だけのもの。上役であろうと許されざる所業ではありません。会長、天使の民の意志を反映するのならば、使命を果たすための義務を遂行すべき。その考えは否定します。しかし私にいずれにものがあるのです。そのためにあなたの行いを止めてみせましょう。脳天使ルシエルの排除を開始、魔族と同等の罪を確認。天使の罪、あるな。そうや、キスがいい。ザコ。今回復を。逃がさん。やあ、まだだ。しょうがないな。ゴン天使レジーニアの同一個体を確認、魔族との協力関係を確認。司令官殿、どうやって私たちの同一体を作り出しているのか興味があるんだ。教えてもらえないかい。しか、民間の塔の扱いは我に一任されている。やっぱり故意に私の副作品を作ったのは司令官だもの。あの装置を使って天使を拾えたってことだな。まあ、分かってたけど。使い方は教えてくれなくてもいいよ。自分で調べるから。そっちの方が楽しい。さあ、臨界の塔の上下を許可できない。ゴン天使レジーニアの排除開始。もろん。
撃で攻撃でまだ攻撃で終わらせる。もらっておこう。撃天使メイビスレインの同一部隊を確認。魔族との協力関係。先ほど信じられない光景を目撃してしまいました。そして今もあなたは私のことを同一個体と呼称する。これは魔族に敗北した私を切り捨て新たな私を作り出した、そういうことでしょうか。回答、力戦士メイビスレインは単一でなければいけないという認識がない。故に敗北以下の関係がない。そうですか。あなたに生々しい感情を期待する方が早まりでしたわ。しかし私は心に穴が開いたように傷ついております。あなたに責任を取ってもらいましょう。だ、力天使メイビスレインの同一個体を排除、魔族に組みする天使の存在意義を否定。聖なる力で天使を残念ね。それは叶わないわ。だってあなたは負けたんだもの。はい、僕、我は魔族の殲滅なぜ、ま、我の一歩否定、これは使命である。個々の意志ではない。
さようなら、天使の主会。長く続いてきた戦いもようやく終わる。私たちの勝利によって。なんだか感情が希薄っていうか、機械的だなって感じた。ダーリン、あの臨界の塔って装置はもちろん回収するのよね。いよいよダーリンが元の体に戻れるのかしら。まあ人間の時の顔も好きだから別にこのままでも構わないんだけど。そそる顔をされるとどうにも襲いたくなっちゃうからやめてよね。だって冗談じゃないもの、気づいてなかったの？私がダーリンに協力してるのはダーリンのことを気に入ってるから。それ以上でも以下でもないわ。だからこれからもダーリンのそばで戦い続けるわよ。あなたが夢を追い続ける限りはね。それじゃあ行きましょうか。まずはこの地の王になる。そうでしょ？
まさか、この装置じゃダーリンを元に戻せないとはね。なんだかがっかりだわ。また振り出しに戻っちゃった気分よ。魔族ね、まあちょうどいいんじゃない。主要な戦士たちが倒したんだしさ。まあまだ各地には部隊単位で点在してるだろう。
これからどうすんの？別に戦闘を得意とする種族じゃないんだよね。まだまだ魔族内での地位は低いわ。私の居場所だからね。